今日は電子版の葉山女子旅キットを使って夫婦で葉山に行ってこようと思います。駅の京急の改札口に来ました。デジタル切符マイチケットで葉山女子旅切符、さっき買ったやつをタップします。チケットを使うを押します。あ、なるほど、こういう画面が出てくるんですね。で京急線乗車券、おお、なるほど。でこれを駅員さんに見せるんじゃないかと思うんですよね。だからちょっと窓口に行こうと思います。すいません、これ電子版の、あ、これでいいんですかね。なんか他に操作はしなくていい。はい、というわけで改札の中に入ってくることができました。特に操作はなくて、ただ友人の窓口をこれを見せて通過しないといけないっていうのが注意点かもしれませんね。まず三崎口に乗って金沢八景で乗り換えをしようと思います。行き先ごとに並ぶ場所が違う、難しい。金沢八景で降りて乗り換えです。これね、あれ、確認はこちら、あ、これ、え、あ、タップして、うん、あ、これか、 QR コード、なるほど。あ、じゃあ友人じゃなくても行けるんじゃ。それ取ればいい。あー、なるほど。逗子葉山駅到着しました。2020年に新逗子駅という駅名から逗子葉山駅に変わったんだそうです。出てすぐのバス停でバスに乗ろうと思います。新名瀬のバス停という有名なバス停だったみたいですよ。はい、どうぞ、お待たせしました。で、見せるだけでいいですか。はい、ありがとうございます。三ヶ丘のバス停で降りました。そして今から神奈川県立近代美術館に行きます。まずは美術館併設のレストランに入ります。これも女子旅切符の中にランチ券が入ってます。葉山女子旅切符のこのご飯券っていうのでレストランが利用できるはずです。ご飯券で、はい、ランドブルーを選びいただきまして、はい、表示とチケットを表示、はい、使う、このロケーションで食事ができるのは最高ですね。2人ともハンバーグを選びました。美味しそう。いただきます。コーヒーはテラス席でも OK だそうです。よいしょ、おー、これはいいね。ご飯の後席を移動してこの環境でコーヒーって最高すぎますよね。最高。いやー、ロケーション最高の素敵なレストランでした。ハンバーグも美味しかった。
ごちそうさまでした。さあ、いよいよ美術館ですが、美術館の入場のチケットも葉山女子旅切符のご褒美券の中に入っています。はい、チケット女子旅です。あ、そうですね、女子旅です。で、こちらのパスコードをお願いいたします。アレックソスさん、面白かったです。すごい大きい写真なのに質感まで伝わってくる、まあ、素晴らしいクオリティというのも面白かったですし、これはどういう思いで撮ったんだろうとなんか考える作品が多かったような気がします。ありがとうございました。ちょっと雨降り始めちゃったんでどれぐらいまで行けるか分かりませんが、散策道降りてみようと思います。波の音が近づいてくる感じがすごいですね。いやー、すごいですよね。岡山出身なので、瀬戸内海はこんなにこう、波がないんですよね。だから、瀬戸内海以外の海を見て、すごい波があるのを見ると、そうだ、海って波があるんですよね、と思います。多分美術館の敷地からは出てると思います。潮騒公園側出口という出口を出て小道を歩いております。すごい、海まで出てこられました。うおー、迫力。かっこいいね。知らん人にも手できる賢い。バイバイ。ありがとうございます。本当は美術館を出てこっち側にぐーっと右にこうカーブしていくと葉山の御用邸があるらしいのですが、今日はもうこのまま反対に向かって駅に向かって歩いていこうと思っています。バスの待ち合いの建物だと思うんですけど、なんか特徴的なかっこいい建物ですね。そしてそのそばに町の掲示板がありますが、こういう掲示板にはお得がいっぱい詰まっていることがありますよね。例えばこれ葉山つつじカード、1人6000円のカードですかね、カードタイプで給付のものが送られてくるっていうような情報とかも載ってますよね。新名瀬のバス停という、新名瀬のバス停というバス停なんだそうです。過激少女の舞台になったりとか、多分 CM とかにも使われたことがあるバス停みたいです。かわいい。バス停の裏には海があって、何か鳥居が見えますね。
さあこちらの、三崎ドーナツに行ってみようと思います。葉山店ですね。駅にごく近い寿司店の方は女子旅切符の交換ができる対象のお店ですが、こっちは違うみたいですね。葉山店行ってみます。こんにちは。いやどうしよう。はい、クレジットカードでお願いします。カードを取り出して、はい、すごい、どれもかわいい。一番人気のレモンクリーム、ピスタチオ、これなんだったっけ、クッキークリームのドーナツ、いただきます。というわけで、葉山女子旅切符で半日葉山を楽しんできました。品川だと、品川からだと3580円で、電車とバスの乗り放題の交通系の切符と、ご飯の切符、そしてご褒美切符ということで、今日私たちはご飯の切符は美術館の近くのレストランで、ご褒美切符は美術館の入場料として使いました。ちょっと費用面はまたまとめておこうと思うんですけれども、紙のチケットではなくて、この、スマホを使う電子のチケットを使うと100円安くなります。以上、FP小話でした。帰りも女子旅切符のチケットで電車に乗ります。寿司葉山駅からはこの QR コードをタップして、これをかざして改札を抜けます。旅行の工程が終わったので、当日すべてのご旅行が終了した際はこちらというリンクをタップします。で、発券、乗車券の使用を終了します。使用終了、ありがとうございました。はい、終わりました。良い旅でした。お台場レインボーバスはスイカが使えなくて、ID は使えるんですけど、実はこのリンゴパスという別のアプリを使うと、普段使ってるアメックスでも決済ができそうなので、ちょっと試してみようと思います。ようやく使います、リンゴパス。で、最初にタクシー、シェアサイクル、バス、どれ使いますかって聞かれて、バスを選択、そして利用開始、アプリでタッチで乗車するをタップし、人数を選択、次、登録したカードですね。はい、あ、この状態でいいんですね。この状態でタッチで乗車するをして、大人2人夫婦ですからね、で、タッチするってしてからタッチするんですね。この状態でじゃあスタンバイしておきましょうか。なるほどね、この状態。はい、OK かな。無事リンゴパスを使って、レインボーバスを使って戻ってくることができました。これで普段使ってるアメックスでレインボーバスも乗車できると思うと、めちゃくちゃ嬉しいです。ちなみに、今回使ったリンゴパスとか、たまたまその葉山女子旅キットですね、どちらも MaaS と呼ばれる、モビリティアズアサービスという、まあ、例えばそのバスとか電車とかタクシーとか、自転車とか、こういった移動にまつわるサービスを検索したり予約したり決済したりっていうのを一括で行うためのサービスですね。 MaaS と呼ばれるジャンルのサービスになります。まあ、計らずも今日は大変 MaaS にお世話になった一日となりました。以上、FP小話でした。
デジタル版の葉山女子旅切符を購入します。公式サイトのデジタル切符購入はこちらというところをタップします。そうすると三浦国運というサイトに飛んできます。で、すでに三浦国運に会員登録をしていてログインを私はしている状態ですね。で、そこで購入するをタップすると乗車の枚数やクレジットカードの番号を入れる画面が出てきます。品川駅出発で大人2名で購入します。カード番号を入力します。はい、購入できました。そしてマイチケットを確認、マイチケットを確認通すと葉山女子旅切符購入日から3ヶ月後まで利用可能という形で出てきます。